S 大 S 空軍基地は、テキサス州、アビリーンに位置するアメリカ空軍の基地である。B-1B 戦略爆撃機を運用する第7爆撃航空団が所在している。1942年、アメリカ陸軍航空隊は、アビリーン郊外に、新しい飛行場として対陸軍飛行場の建設を着工。同年12月18日の開設時には、 アビリン陸軍航空基地の名称となっていた。1943年4月8日には、アビリン陸軍飛行場へ名称を変更され、飛行訓練学生の訓練基地として運用を開始し、第二次世界大戦後の1946年1月31日に基地は閉鎖された。アメリカ陸軍からアメリカ空軍が独立後、1956年4月15日に、 戦略航空軍団の基地として再開し、B-47E 戦略爆撃機を運用する第341爆撃航空団が配備され、同年12月1日に大 S 空軍基地へ名称変更された。1962年から1965年の期間 SM-65F 大陸間弾道ミサイルが配備され、1963年9月には、 オクラホマ州アルタス空軍基地から B-52C 戦略爆撃機を運用する第96爆撃航空団が移住した。第96爆撃航空団は1985年6月に B-1B 戦略爆撃機を受領し、アメリカ空軍で最初の B-1B 実戦部隊となっている。なお、 第96爆撃航空団は1991年9月1日に、アメリカ空軍の新しい運用構想に基づき、第96航空団へ改編された。1993年9月30日には、テキサス州、カーズウェル空軍基地の閉鎖に伴い、P-1B 戦略爆撃機を運用する第7爆撃航空団が移住している。ありがとうございます。